続いてはタイからのリポートなんですが、はい、二郎さん、はい、タイで人気のスポーツ、なんだと思いますか？それはやっぱりタイといえばムエタイじゃないですか。足を使うのは同じなんですけれども、はい、今回紹介するのはですね、今タイではフットサルが大人気ということで、プロからアマチュアまでたくさんのチームが活動しているんですが、そんな中で異色のチームが注目されています。オレンジ色の袈裟を身につけ、選手たちに檄を飛ばすのは僧侶で監督のナンタチョート・チャワノーさん31歳です。チーム名はデクワット、寺の子供たちユナイテッド。14歳から18歳がプレーするアマチュアのチームです。ナンタチョートさんがチームを率いるきっかけは6年前、寺に気軽に足を運んでもらいたいと敷地内にフットサルコートを作ったことが始まりです。寺に若者が集まるようになり、多くが薬物に手を出している状況を知ったのです。以前この地域は薬物で深刻な状況でした。多くの若者たちが薬物中毒になり、人生を棒に振っていたのです。チームの選手、ジラパット・パンペットさん18歳です。初めて寺を訪れた時は薬物の使用をやめられない状態でした。興味本位で仲間と一緒に手を出していました。ジラパットさんのような若者にしっかりと人生を歩んでほしい。ナンタチョートさんはフットサルチームを設立、僧侶と監督という二足のわらじを履き、若者と向き合うことにしました。必要なのは機会です。私は彼らが夢をつかむ手助けをしているのです。ナンタチョートさんが力を入れているのが精神面の育成です。朝6時、人々から食べ物を受ける托鉢にチームの選手も同行させます。規則正しい生活と感謝の心を養わせます。練習前には必ず境内を掃除、選手全員で行い、チームとしての意識を高めます。ルールを学び、互いに助け合い、絆を深めるチーム作りの一つです。フットサルの技術や戦術は YouTube の動画などで研究、技術面のレベルアップも欠かしません。次第に結果が出始め、チームは地方大会や県大会で優勝することも増えていきました。この日は大会に参加するため地方に遠征。予算に限りがあるため、車1台での移動です。タイ国内のユースの強豪チームも集まるハイレベルな大会。予選を順調に突破し、迎えた決勝トーナメント1回戦。格上のチーム相手に懸命なプレーを見せます。しかし0-3で敗退。それでもそこにはフット
ットサルを通して成長した若者たちの姿がありました。生きる術を教えてくれました。父であり兄であり友人です。勝っても負けても若者が経験を積んで社会に貢献できる人に成長してくれることを願っています。自分のことを振り返ってみても、はい、夢中になれるものを見つけるって本当に支えになりますし、大事なことだなと。私の場合は気象予報士試験を父と一緒に受けて、競いながら、はい、受けてたんです。周りの人の、なんですかね、支え、環境って大事だなと改めて思いましたね。そうですよね。たくさんいいこともあったなと思うんですね。負けてもまた挑戦すればいいっていう教え、やっぱりこうとにかく勝て勝てって言いがちですけれどもね、やっぱりこう負けて芯を取るっていうんですかね、そういうような大人でありたいなというふうにも私思いました。はい、VTR に出てきた選手のジラパットさんは活躍が認められ大学への推薦入学も決まったということで、ね、はい、頑張ってほしいなと思います。タイからのリポートでした。